内からスペシャルメイク、内からスペシャルメイク、3マシンから4マシン離して今ゴール。重賞初挑戦にして如月賞を見事に制しました。スペシャルウィーク前走の敗戦を払拭する完勝、クラシックが見えたスペシャルウィーク、次は弥生賞だ。自分が騎士になるのってなんだか恥ずかしいね。スペちゃん、勝者は堂々とです。ファンのみんなは強い馬娘に期待しているのですから。クラスメイトがこれだけ注目されてるとなんだか自分まで誇らしく思っちゃうよね。そんなこと言って、せいちゃんもここまで無敗、クラシックレースの有力候補って言われてるのに。いや、たまたまってやつ。皆さんとっても絶好調ですね。あー有力候補の話ならこのキングは外せないわよ。キングちゃん、この前のレースは2着で惜しかったね。負けても首を下げない、それが一流の馬娘よ。それよりもスペシャルウィークさんの次走は弥生賞なのよね。うん、そうだけど、なんで？だったらクラシックレース本番前にお手並み拝見させてもらうわ。私も次走は弥生賞だから。え？あれ？確かせいちゃんも次は弥生賞でしたよね。うん、キングもスペちゃんもお手柔らかに。声優スカイ断然抜けた、後ろを大きく引き離して今ゴールイン。今日も残って情報収集ですか？トレーナーさんは本当におかわりありませんわね。馬娘の支えとなって共に夢をつかむ、天皇賞を制覇したあの時からずっとそのままですわ。ええ、本当に。ですが今度の夢は大変ですわね。何せゴールは日本一の馬娘ですから。私たちチームメンバーも尽力いたしますわ。それから日本一を目指してまずは弥生賞をっと。お母さんにお手紙？はい、本当は電話をすれば済む話なんですけど、口で言うのが恥ずかしいこともあるじゃないですか。だからこうして手紙で伝えているんです。日本一の馬娘を目指して頑張ってるよって。あれ、私何か変なことを言いました？ううん、そうじゃないの。スペちゃんって本当にお母さん思いなんだなって。お母ちゃんには本当に感謝してますから。愛情をたっぷり注いでくれたどっちのお母ちゃんにも。どっちのお母さんにもって？鈴鹿さん、私には二人のお母ちゃんがいるんです。産んでくれたお母ちゃんと育ててくれたお母ちゃん、そんな二人のお母ちゃんから託されたのが日本一の馬娘になるっていう夢なんです。もともと日本一っていうのは産みのお母ちゃんの夢だったんです。でも訳あって一度もレースで走ることがかなわず夢を追うことができなかったんです。私を身ごもってからはお腹の子が日本一の馬娘になってくれたら嬉しいって冗談交じりに言ってたみたいで、生まれてきた私と一緒に
そんな夢を見たい。だけど私が生まれてすぐに亡くなってしまって。そうだったの？ああ、そんな重くならないでください。むしろ立派なお母ちゃんのことを聞いてほしいって気持ちで話してますから。それで大親友だった今のお母ちゃんが私を引き取って大事に育ててくれました。ちょっと目を離した隙にあちこちを走り回るような手のかかる子供だったみたいですけど。それから少し大きくなった頃に生みのお母ちゃんの夢、日本一の馬娘の話を聞かせてもらったんです。実を言うと本当に日本一の馬娘を目指すのかって何度も聞かれました。無理に夢を背負い込むことはないよって。でもスペちゃんは日本一の馬娘になることを選んだのね。はい、日本一の馬娘になって二人のお母ちゃんを喜ばせてあげるんです。それに私がデビュー戦を勝った時も鈴鹿さんと約束しましたもんね。夢を絶対に叶えるって。お母ちゃんたちと、それから鈴鹿さんとの約束のために弥生賞も絶対勝ってみせます。期待しているわね。はい。